せーの、トライス。おうちで簡単絵本巻き作ってみたー。まあ本日2月2日節分の日ということで、まあ、僕たちもね節分ちょっと味わいたいなということで、ね、今からみんなで絵本巻きを作っていきたいと思います。まあ早く作っていこうや。簡単なんですよ。だって海苔引いて米引いて挟んで巻くだけやろ、うん、子供なのにきれいかな。お前にぴったりやな。ありがとうございました。チークやチーク。え、誰もできるこんなマジで。ということでやっていきたいと思います。せーの、レッツゴー。はい、ということで作っていきたいと思います。え、これってさ、こ上に乗せるの、この2個でやっていいじゃん。できました。え、おもろいで、この店楽しいの巻き寿司。え、断面、バカい。え、めっちゃうまないじゃん、断面作る。米出てきた。できました。あ、そんなときな。あ、ちゃんとあれ、方角調べとかん。方角行く調べてやろう。方角調べたところでどっちがどっちか分かるか。 Google マップ見て分かんじゃん。え、喋ったかんの。 YouTuber として喋らずに絵本巻き食う動画大丈夫。ちょっと喋ってあげよう、お前ら。え、喋ったらどうなんのこれ。南南島やって鬼来るらしい。分かんないじゃん。南南島南南島か、ここが南島の南よりここじゃない。真後ろやじゃん、やとしたらこっち向かない。どうしよう、背中向けていくん俺ら。見ますか。分からないけど奈良とはあっちみたいなんで、ごめんなさい、すいません。これちゃんとね、やらないとバチ当たるんで。ごちそうさまでした。もうバチ当たっしゃ。あ、じゃあエビとかほんに臭いで。エビこの前食うだけでエビは臭いよ、普通に。どうすっか。塩、あ、どって味をして。え、醤油かけるんすか。もう、な、先かけしとくわ。時間もいいんすか。このおしゃれでしょ、やっぱりね。うまそうな。こういうスタイルですか、やっぱり。よいしょ、できました。はい、いただきます。今のさ、大学生の恋愛について語り合おうやん。例えば今の大学生の恋愛どんな感じか。俺一個思ったのは、例えば大学で出会ってみたいな、どうとかより、やっぱインスタがうまい。やっぱインスタで知り合って付き合うパターンってやっぱ結構ない。ある、ない、うん、あるある。時代やな、これは。まあ結構あるよな。なんかナンパとかじゃないけどな、これ、インスタでなんか繋がってみたいな、共通の友達がおってのパターンもあるしみたいな、ああ、そういうとかあるよな。なんかインスタってなんかいいよな、そうやってコミュニケーションツールって。ほんまに出会いのツールだと思ってんの。ほんまに、なんか多分出会いツールだよ。いや、女の子はどうとらえか分からんけどさ、ほんまにちょっと興味あるさ、ストーリーとか載せとってさ、つい反応したくなっちゃうときあるよ。かわいすぎて。ん？かわいすぎて。かわいすぎて。どんな反応するの、お前は。そういうの。スタッフ僕って間違えたんだから。はい、これ共感。やってんじゃん、大学生みんな。お前だかもしれん、そんなん。間違えたって言うくせに。間違えたって言うくせに、間違えたさ、全然いいよってくるんやんか。うん、いいよって来た後に、あ、そうなん。え、大阪の子ってこう。会話広げようって。広げ方すごない。全然面白かった、いきなりすぎん。リクもやったことある一回。ない。まあ、リクも言っとったけど、結構リアルで大学生インスタで繋がるとか、ね、あるよな、絶対。うん、あると思う。インスタあると思う。出会い系とかやってるやつおる。ティンでやってるやつは結構ある。おるやろ。おる、しかも絶対おる。けどなんか社会人の人からしたらティンで普通だよ。ああ。だってなんか週末女の子とご飯行くね。え、どんな子なん？出会い系の子。え、見して見してってなるし。俺やったらさ、え？出会い系？お前やばいやみたいな。ティンでやってるみたいな。なるけど、ならんねん。社会人からしたらやっぱ出会い系だから普通らしい。だからみんなピンだったらさ、別にならへんやん。うんうん。周りは普通の恋愛、恋愛普通っていうか、ちゃんと出会って、前下げ出会ってみたいな。だから、そうやったら、ピンだってのが多くなるんちゃう。ほんまやな。だから総合的に見てまだあれじゃん。え、ピンだっちゃうの方が多いんじゃん。それは、まだ多いやろ。学生はそうじゃん、特に。まあ話ちょっと戻すと、逆に、普通に会ってさ、っていうの結構きつない逆に。だからもう王道パターンあるちゃう。なんか大学以外の出会いの場ともバイト先ちゃうから。ああ、なるほどな。え、彼女男の子って聞いたら、え、バイト先の先輩みたいな。バイト先の子って思うなよ。あるな。うん、ありがとう。バイト先あるやな、割と。まだ王道は学校かバイト先ちゃう、大学。ああ。
学校ってむずない？学校でどうやって作る？割とけどな、大学生、あ、じゃあ大学生は序盤で作れんかったらあんまないよな、その大学内でな、うん、大学で仲良くなって付き合って結構さ、もうほんま初期、初期じゃん、5月とかじゃん、学部内、うん、学部内、いや、今の時期から絶対ありえんやん、3年もある、あるやん、あるやん、あ、ほんと、俺は身近でおるわ、俺は身近でおるわ、あ、そういうことはもう丸いのあるんか、まあ、あるな、ボードやっぱそこなんじゃ、大学か、バイト先、うん、で、ちょっとなんか、なんやろ、手入ってんの友達の紹介とか、紹介ちゃう、多いんちゃう、俺紹介多いと思う、紹介ガチでこの子俺の友達が可愛いって言ってんねんけど、そういう系とか言うたら、いやだからその何パターンかになるじゃん、そのなんか紹介を紹介でもさ、そのパターンとそのなんかご飯食べとってなんか友達の友達でみたいな繋がるみたいな、なるほどな、その場で紹介されるみたいな、あーなるほどな、っていうパターンも、まあ、あるっちゃあるね、そういう、俺学部とかであんまり恋愛したくないんやけど、なんか変に後に影響しそうじゃん、なんかな、わかるわ、誤解とか合うんでさ、別れてからとか、なんかそう、なんかそういうの嫌やね、ただちょっと遠い方がいいかもな、ずっと一緒におんのもあるかもしれない、どうやろな、うん、学部内はちょっとしんどいな、なんか続かんと思う、はい、なんかさ、例えば他の誤解マネージャー、そうそう、ちょっとなんかここ何度も喋っとってなんか言われたりとかさ、わからんけどあるか、そんなあったりとかしたらさ、それなんか友達関係ギクシャクしちゃうとこもあるかもしれない、もしかしたらわからへんやん、そのまま大学やったらしたことないから分かんないけど、みんな気使うのかな、気使わせるのかな、学部内で、え、おる周りに、俺らは結構周り多かった、ね、あ、おるんやったらどんな感じなん、逆にお前らその、いたら見てる側やん、その付き合ってるやつよ、だから席とか座る時とかってことで、まあ、パッてそう、2位にそこ2位に座る人がいいんかなみたいなとか、なあ、そんなん考えちゃうの、あ、それちょっと考えてする、当たり前やそのとか、なんか当たり前やん、当たり前や、飯の時間だったら消えるやつ思ったよな、うん、4月の頃選ぶ彼女が作ってくれるから、そのとか、なんか俺らとは違うとこで食う、今までは一緒に食べてくっつけたみたいな、彼女来てから彼女と一緒に食うみたいな、それは別にいいことやん、どうな、俺やったもし学校までカルビできても別にみんな食べるけどな、みんなと、うん、でも彼女にそれで食べたいって言われたらどうすんの、じゃあ食べよう、じゃあ食べ、いやそいつもそれで食べてるんじゃないんかなシンプルにでも例えばさ、普通にたまらないってさ、他の女の子と喋っとってさ、彼女にそのシーンを二人っきりって見られた時とかさ、事故や、気まずいや、別になんか何もないのに気まずく思ってしまうよ、そっちもなんかごめんって言ったら、何そんなんかそう、なんちゃうじゃん、なんかごめんって、なんかごめんなるやん、でもそんなんな、もし学部内にめっちゃ自分のタイプの好きな子が現れてる、そんなん関係ないと思う、まあ関係ないな、最終、俺やったら終わりやろ、そう、最終そこ、最終そこやから、じゃあ曲論どこやろ、何が正解、正解はないよ、なしょみ、なんか最終めっちゃタイプの人が現れたら関係ないっていう、そういうこと、結論そうやろな、俺が最近インスタでバーっていろんなカップ見ると思うのは、カナ持ってんなと思います、あー、なんかプレゼントとか、え、何も使ってるんだ、ディナーからストーリー見るわけやんか、プレゼントエビよな、大学生ディナーでパンパンパンってストーリーとか、最後さベッドのビャンみたいなプレゼント、え、待って、これとあれ、これとこれあるやんみたいな、大体分かるやん、ちゃんとで、大体のさ、大雑把な計算です、え、バカ使ってるやんね、金持ってんなと思いますよね、まあ、シンプルにハイブランド買うやつ多いよな、多いな、何一番見るよ、何見る一番、大学生の、え、男子から女子はディオールビトンちゃう、なんか俺男子から女子、うん、ディオールビトンやな、ディオールビトンはよ、なんか袋見るけど、袋見るな、女子から男子って何やろな、女子から男子は多分、もう男子のタイプに合わせないと思う、多分パーカーとか好きなやつやったら絶対そう、なんかなんちゃらのパーカーあげてるよ、普通にディオールとかビトンとか何あげてんだろうな、チキだろ、確かに大学生のプレゼントはハードル上がってる気がする、上がったなと思う、一気に上がったなと思う、なんかなんかな、あのベッドの上でなんの俺知るなんか分かる、誰があれ流行らしたよな、知らん、ベッドの上であの風船でバラとかキャンドルとかやろ、そうそう、もう分かってきてるやんな、だからちょ、新しいの生み出すやん、もはやそのプレゼントサプライズを、うん、あれほんま主流すぎてホテル入ってるなみたいな、うんうん、分かってるやろって思うけど、ベッドみたいなロスいやーねー嬉しいやろけど、あれほんまに知るよな、知るよな、大学生のなちょっと語りましたけど、この一生喋れんな、うん、ガタオラの周りの恋愛の話とかいろいろありますリアル、その辺は聞いたことあればコメント欄まで、どうぞ、ありがとうございます、ありがとうございました。